おーい。すいません。何度も何度もうるせえな。ちゃんと聞こえてるっての。なんだ、ガキじゃねえか。見ねえ顔だが、何の用だ。さっきギルドに登録したばかりで、挨拶しとけって言われたんだが。おお、じゃあお前がレンか。話には聞いてたが、本当にガキだな。ま、んなことはどうだっていい。金になるのなら、相手が誰だろうときっちり仕事をする。それが俺の信念だからな。とんでもいいって、そっちが先に降ってきたんだ。うん、なんか言ったか。いや、別に何も。まあとにかく、俺の名はラグナス。この鍛冶屋の店主だ。必要ならここでお前の装備する武器を生成したり、持っている武器を強化したりできる。武器の生成と強化。ああ、生成ってのは何もないゼロの状態から武器を作り出すことで、強化ってのはすでにある武器を別の武器に変化させることだ。ちなみにどちらの場合も素材と金が必要になる。もちろんいい武器になればなるほど、質のいい素材とたくさんの金が必要になってくるんだが、ま、そのあたりはギルドで依頼をこなすなりして自分で何とかするんだな。武器の生成と強化には素材とお金が必要。おお、分かったようじゃねえか。なんだお前、証券しか持ってねえのか。ん、ああそうだ。軽くて扱いやすいし、俺の性に合ってる。おいおい、そんなんじゃダメだ。ケースバイケースっつってな、状況次第で使い分けていくのが一番いい戦い方。そうだ、ちょっと待ってろ。いいもんくれてやるよ。長年使ってなかったからちょっとほぐ。ほらよ。これは初回限定特別サービスだ。これからもごひいきにってな。ちなみにフルーレってのが中堅で、ロングソードってのが体験だ。大したもんじゃねえが、慣れるまでの訓練だと思って使い分けりゃいい。そうだな。ついでにこいつもやるよ。その書には、メイン武器のカテゴリーごとに存在する特性についての詳しい説明が書かれている。小剣、中剣、大剣の違いが知りたきゃ、そいつを読めば一発だぜ。
ま、最初のうちは気張りすぎず考えすぎず、とりあえず何でも使ってみりゃいいさ。ああ、ありがとう。あんた意外にいいやつだな。あんたじゃねえ、ラグナスさんだ。これだから営業知らんガキは。まあとりあえず試しにうちの店がどんなもんなのか見ていけよ。すでに素材と金が揃ってんならすぐにでも新しい武器を作ってやるぜ。さあどうする？いらっしゃいまし。おやや、見ない顔ですね。新顔ですか？さっきギルドに登録したばかりで挨拶しとけって言われたんだが。ああ、君が新入りのレン。話は聞いてるでしょ。アーバンクでし、よろしくでし。ああ、こちらこそ。それでここ道具屋だよな。他に誰かいないのか？見ての通りアーバンクだけでし。ここはアーバンクの道具屋でし。へえ、ちっこいのに。商品の豊富さに定評があるでしょ。アイテム関係なら道具に素材、装備品なら剣にナイフにアクセサリー。お金さえ持ってくれば欲しいものは何でも手に入るでし。それとそっちに大きな壺があるでし。大きな壺？壺といって、材料を入れてちょっとかき混ぜるだけで、あっという間に材料が調合されて、新たなアイテムや装備品が手に入るというとんでもない優れものでし。確かに便利だな。ただ、利用料金の記載がないところに。その壺は自由に何度でも好きな時に。ただで？そう、の、か、わ、り。調合に必要な材料は遺跡で集めたり、アーバンクのお店で購入したりして自分で手に入れるでし。オッケー。使わせてもらうよ。それじゃ、お近く。
好きの印としてこれをプレゼントするでし。これは素材を集めるためのちょっとしたヒントが消え、本当の本当にお得情報が満載だから後でちゃんと目を通しておくでし。ギルドへようこそ。本日は何をお望みかしら。
Thank you.
それじゃあ。